はい、高知県に住みます芸人の淀屋満月です。ブヒッシュッシュッシュ。はい、というわけでございまして、私はですね、越知町釜井田地区に来ております。麻生の沈下橋でございます。見てください。はい、こちらでございますね。はい、現在大ヒット中の某アニメのですね、こちら舞台となっております。もう、いきなりここが映るわけでございます。もう多分ね、見た方やったらわかると思います。某アニメでございますね。はい、で今日はですね、高知県の秋のスイーツをご紹介させていただきたいと思いますけれども、はい、こちら芋けんぴでございます。ね、芋けんぴと言いますと年中食べれるじゃないかなんておっしゃる方おられると思いますけれども、実はですね、この秋に食べる芋けんぴが一番おいしいんでございます。というのもですね、秋に出る新芋、こちらをですね、やってしまうわけでございます。で今日はですね、黒潮物産さんから、ご提供いただきまして、どうもありがとうございます。でね、黒潮物産さんではなんと芋けんぴが14種類あるんですけれども、味がね、いろいろ違うんですよ。その中からですね、今日は、はい、厳選して6種類でございます。はい、こちらの方を、いただいてまいりましたのですね、早速食べてみたいと思います。いろいろあるんですよ。はい、まあ、この塩味、まあ、今最近一番これがオーソドックスでございますね。ほんで、はい、ない、あ、これキャラメル味です。塩味で見せかけといてのキャラメル味でございますね。ありがとうございます。はい、そしてこちらがですね、黒ごま入り、はい、イゴッソーって書いてますね。はい、でこれが甘塩、まあ最近これが一番シンプルなんでしょうね。でこれ、四万十の青のりを使った青のり味、そして、高知名物ゆず、ゆずでございます。そして、この塩にんにく味でございますね。はい、じゃあ今日はですね、この中からどれいこうかなと思いましてですね、悩んでたんですけれども、やっぱりね、一押しがですね、この最近人気なのがこのキャラメルらしいんですけども、一押しがですね、この塩にんにく味ということでございますんでですね、早速私、もう今日はね、あいにくの雨なんですけれども、ちょっとね、無理やりここで食べさせていただきたいと思います。いきますよ。はっ！よし、開きました。はい、こちら塩にんにく味。はい、黒潮物産さん、ありがとうございます。それでは早速、マスクを。んん、それでは、芋けんぴ、塩にんにく味、いただきます。んあ、うまっ。はい、おいしい。塩とニンニクだけやのに、ん、あ、やばい、止まらへん。めちゃくちゃおいしい。うん、あら、やばいですね。うん、おいしい、めちゃくちゃおいしい。というわけで、高知県の秋の味覚スイーツですけども、この芋けんぴ、ぜひ皆さん食べてみてください。これね、普通に食べるのもおいしいんですけれども、オーソドックな例えば塩味の芋けんぴとかでしたら、バニラアイスね、つけて食べたりとか、あとシャーベットを乗せて食べたりとかですね。で、こういうですね、こう、海苔とかごまとか、ね。で、こういう塩ニンニクとかの味のやつは、マヨネーズつけて食べると非常に美味しいです。ぜひ皆さん試してみてください。というわけでございまして、某映画のロケ地、越知町釜井田からロケいたしました。はい、見てください。というわけでございまして、淀屋満月でした。芋けんぴ美味しいですんで、ぜひ食べてください。ブヒッシュッシュッシュッ。